ちゃんと映るんだ、各部屋も。うん。それか、増設したか。来たか。あー、入ってきた、入ってきた、入ってきた。この先に行ってるね、ひそかさん。こっちはでも、あれなんだよな。そっちね。え？これ何された？おお、待って、閉められたんだけど。やばいやばいやばい、箱の中に入れられた。また、無数の髪の毛が。一番最初見たとき、ワカメって言っちゃったけどね。髪の毛です、皆さん、これ。はい、こんばんは、島津です。本日も、ゼロ、濡れガラスの巫女やっていきたいと思います。前回、7章をね、クリアして、氷上山のね、頂上付近にある、水源のとこに行きましたけど、ひそかさんらしきね、人は見えたんですけど、あと一歩届かずといったところで終わりました。で、今回は8章目ですね。大間が時かな、になります。で、パートとしては北条連パートになります。それで今回はですね、北条連も、リマスター版の、新コスチュームがあるんで、今回はちょっとそちらでやっていければいいかなって思います。はい、よろしくお願いします。氷上山から戻ったミュウとユーリは眠り続けていた。ハルカが霊に連れ去られたことを知ったレンとルイは、侵入する霊から二人を守るために、骨董屋内の監視を強化する。あ、そういうこと、連れて行かれないように見張るって言ってるわ。まさかの次の舞台は、そうだね、骨董品屋になるみたい。氷上山から戻ったユーリだったが、疲れから倒れてしまう。眠り続けるミュウ、そしてユーリ。骨董屋を訪れていたレンとルイは、彼女たちを陰線の存在から守るため、店内の監視を強化する必要を感じていた。監視カメラ、動きましたね。これがあれば、何かが迎えに来てもわかるな。ちゃんと映るんだ、各部屋も。それか、増設したか。来たか。あ、やばい、二人同時来てる。二人同時。何があった？待って、ルイも倒れちゃった。ルイ、大丈夫か？大丈夫です。大丈夫です。当てられやすいからね、ルイも。霊からの、その、邪神ですかね。影響？ルイ、起きる様子はない。気を失っている。いや、眠っているのか。先ほどの山鳴りのような音も気になる。何か起きているようだ。ユーリやひなさきさんにも異変が起きていた。無事を確かめておかなければ。まあ、もう、ムービーでも流れたんですけど、純白の新郎服です。これが最初ね、特典で来るって聞いたとき、えって思った。なぜ純白の新郎の服なんだって。何かが起きているかもしれない。部屋の外は、迂闊に歩き回るより、監視カメラで様子を確認した方がいいだろう。一応あるんだけどね、射撃。ちょっとさ、もうこっちも強化しとこうか。監視カメラ？はい。ユーリが助けた女性、百瀬はるかさんは自殺したはずの女性の幽霊に連れ戻された。また何かが迎えに来たかもしれない。監視カメラで二人の様子を確認しなければ。ユーリとひなさきさんの無事を確認しなければ。
監視カメラは自動で切り替わる。ほう。結構な量あるな。はいはい、どこ映してるか。あ、消えてる消えてる。あ、今2階の部屋か。ここにはちゃんとユーリアいると。うん。あ、こう、いたね、いたね。席を立つ。二人とも無事のようだ。このまま監視を続けよう。山なりに反応するように三人の様子がおかしくなった。今、何が起きているのか。氷上山について調べればわかるかもしれない。この家の中に関連する文献はないだろうか。探しに行くんだ。文献を。あった、早速。水籠という文字が書かれている。氷上山周辺に伝わる風習について書かれているようだ。みこもりさん、氷上山の周辺では年に一度、氷上山から水をもらう風習があった。人々はこの水をみこもりさんと呼び、樽などに入れて家に、祭り、特別なことにのみ使われる。子供が生まれた時はこの水で産湯を使い、死者が出た時もこの水で体を、体を洗うですね。うん。それは水から魂をもらい、水へ魂を返すという習わしだった。もう一つこの水が使われる山鳴きと呼ばれるものがあった。水籠村に住む老婆から聞いた話は以下のようなものがある。氷上さんが山鳴きなさったら、みこもりさん殺がっていこもるんだ。どういうこと？氷上山が山鳴き、つまり山鳴りを起こしたとき、この水に、浸かる。もしくは、この水で体を濡らして、いこもりをする。山鳴りは不吉の象徴とされ、清めの水で体を濡らすなどして、それから身を守る風習だったと言われている。いこもりさ開けると、娘さお呼ばれする時があってな。おやまさめされた言うてさがさなんだ。これは、いこもり開けに娘が山に召される。つまり、神隠しなどに会うことがあったということだと思われる。今水ないぞ。水があればこの山なりからね、救えるけどさ、水がないからどうすっかね。何かが、あ、また見んの？また見ないといけないみたい。監視カメラでまた見ろってことじゃないの？あ、違う、そこにあった文献。写真にまつわる逸話。古くから弔い写真が伝わっていた土地ということもあり、水籠地方には写真にまつわる逸話も多い。多くは写真に魂を吸われる迷信と似て、写真自体を怖がるものだが、中に当時の風習や人々の考え方が垣間見える。以下の2編は写真の構造や特性を理解しており、物語としての怖さも備えている。消える。ある男が古い本に挟まっていた一枚の写真を友人に見せた。その写真にはぼんやりと人の影のようなものが写っている。友人はその影を見るなり、あっと叫び、写真を置いたまま家を出て行った。その男が、残された写真を見るうちに、だんだんと影の姿がくっきりはっきりしてきた。写真に写っていたのはその友人だった。それ以来その友人の行方はわからなくなったという。写真花嫁。村でも特に評判の悪い怠け者の男が突然結婚したと周囲に告げた。わけもわからず祝いのことをした村の男衆だったが、その相手は誰にも見せぬという。
確かめに行った者に聞くと、男は確かに家に帰り、家の中で女性と話す声が聞こえたという。ただ中を覗いても男の背しか見えず、女は家の奥にいるのか見えなかった。数日後、その男は外に出てこなくなり、心配した男衆の一人が確かめに行った。家の中には誰もおらず、一枚の古い写真が残されていた。その写真には顔を隠した花嫁の横にいなくなった男が写っていた。写真を見た男は、その写真の花嫁が笑ったように見えたのだという。か、怖いね。写真花嫁と消える。この氷上山で何が起きているのか、もっと調べる必要がある。監視を続ける。ああ、入ってきた。入ってきた。え、これ。やりに行くんじゃないの？入ってきたよ。ここだよね。大丈夫？見えないのかな？見えないっぽいね。入ってきた。あれ、どこだった？ちょっと待って。覗いてる。ユーリの部屋のカメラにノイズが入っている。確かめに行かなければ。まずい。もう入ってきたか。はい。カメラを監視中に異常が発生したら、席を立ってその場所に向かってください。まずい。覗いてた。通り過ぎてた。すでに。ここだ。いた。ああ、嘘。ちょっと怖い。マジか。冬木さんが来てる。冬木さん。やれるこれ。ね、あの、生前の姿で来てる。余命者。はい。消えないな。あ、やばい。あ、切んないで。首切んないで。日本、あの、担当持ってた。ここさ、狭いからさ、すぐ壁にめり込むんだよね。見えない。前来て。はい。バグってる。助けてっつってる。危ね。あ、やばい。無駄にした。はい。はるかっつってる。何も見えんかったわ。ユーリのノート1。心が弱くなってくると息をすることもできない。気力を振り絞って何とか息を吸い、ゆっくりと息を吐く。この一呼吸を何とか終えると次の一呼吸、そしてまた次の一呼吸。疲れ果てて生きる気力も底をつき、死を意識するほど見えるようになる。ささやき合いながら道幅いっぱいにやってくる人たち。顔の壊れた人、体が崩れている人、目がないのに私を見続けている人、泣き続けている人、目を閉じ耳を塞いでじっと耐えてやり過ごすしかない。あの人たちは私をずっと見ている。私がいるべき場所はここではないと言っている。治ったはず。また山鳴りしてる。おーおお。あれ？
これあれだよね、教授じゃん、あの渡来刑事、渡来刑事も来てるっぽい。ここに確認、うなされているが無事のようだ。いたいたいた、渡来さん。あ、しまった、取ればよかった、ボーってしてたよ。渡来さんも来てるっぽい。これで一回戻るんだよね。まずいなぁ。ボス級の人が二人来てるよ。え？え？え？はるかさんいるんだけど。百瀬はるか。なんで？行っていいの？これ。行っていいんだよね。え？はるかさんいた？帰ってきてる。知らない間に。一回だよね、あれ。確か。なんで？だから、冬日がいんのか。ん？ここだ、ここ。入るよ。え？消えてるわ。いたよね、普通に。水に濡れた目も。あの夕日がここにも来たらもう少しで終わりです。その後大きな山なりが来て何もかもが溢れます。溢れてみんな終わる。よかった、終わるから。終わるからみんなを迎えに来たよ。終わりが来る前にちゃんと死のうね。迎えに来たって言ってるのは自分たちのこと言ってるわ、これ。もうちょっとで水が溢れるから。うん、これでみんなあっちの世界に行けるねっていう形で来てるんだと思います。宙を歩いてたね。そこいる。まずいまずいまずい。2階だよな、2階。どうなんだろう、はるか幽霊なんですかね、それとも実体。まだ死にきってないのかな、ここ。おお、は、待て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 、ダメだって。消えた？いや、いるいるいる。お？あ、手が手が。特に異常はないようだ。気のせいだっただろうか。手があった。手があったって。くそ、出てこい。何？うなされているが無事のようだ。いやいや、どんどん侵食してきてんだけど。総攻撃ね、仕掛けてきてるね、知り合いが。知り合いっていうか、関わってる人たちが。あ、だって、テレビついてる。いつの間にテレビがついている。来てる？画面はずっと砂嵐が続いている。テレビを消しておこう。誰これ？あれ？しまった。ミスった。危ない。回避。くそ。危ない。はい。また変わったタイプが出てきたね。ちょっと。よしよしよし。はい。来い。カウンター取ってやる。取れなかった。すごい不気味。どこ？嘘、ダメ？嘘、ダメだったの？死んだ？危ない。ちょっとカウンター失敗したね。はい、はい、今
いやタイミングこいつ難しい。これだ。いた。なかなか出なかったカウンターのゲージが、出た時にはもう捕まってましたね。誰？どんどん入ってきてるぞ。なんかお札とかでもいいから欲しかったよね。お客さん来てます。お客さん来てます。客の幽霊が来てますよ皆さん。これあのお客さんの接客をしないといけないんでしょ接客。はいはいはい、いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。何名ですか？普通に見てる本当に。消えた。え、そ、お前はダメなん？よいしょ。いや、マジ先輩。さて、走る。無理。いや。はい。はい。4連射。倒した？はいはいはい。お客様2名お帰りです。お客様2名お帰りです。で、次は誰が来んの？もうやめて。もうやめて。もう、クローズ出しとけばいいのに、クローズ。ね。クローズ出してるけど、聞いてくれないんですかね。あれ？異常なしっぽいよ。あ、いたいて、巫女さんも来てます。巫女さんも、氷上山から。ふぅー！くそ。え、エグイリを囲んでんだけど。エグイリを、え、どうした？あ、ルイが消えた。ルイが消えた。もう、めちゃくちゃじゃん。めちゃくちゃじゃん。おー、ルイ、待って。見てる？見る？ルイもいるとギュウギュウだって。ルイもいると。はぁ？ルイ。なんか知らんとこ来たよ。ルイの後を追う。知らんとこ行け？ああ！あれは？引きずられてる。渡来ね、刑事の家に来ましたけど。ここで何をさせられんの？こっち。いた。ルイー。いかんで。待て。ルイ待って。開かない。ルイの手帳4。先生はあの写真の女性に見入られている。女性が苦手なはずなのに先生は変わっていく。仕方のないことなのかもしれないけど変わっていく。私はこのままでいたいと思っていた。このままの関係、どちらでもないまま。でも、いつかは決めなくてはならない。先生はどっちがいいのだろう。先生、気づいてやれよ。もう日記にあからさまに書いてんだから。待て。やばい。あ、違うのか。箱がある。おい、ルイ。二人入れる箱が。
あ、連れて行かれた？連れて行かれたね。あれ、アンさ。こっちは大丈夫？ああ、来てる。ああ、消えた。くそ。寝てる間に総攻撃受けましたね。え、こっちも？ミユの方はどう？ミユは大丈夫そう。君は大丈夫か？私、やっぱり山に戻ります。私を連れて行ってくれますか？無茶を言うな。危険すぎる。そうですか。いろいろとお世話になりました。うん、これお借りしてもいいですよね。小塚田さんも探せるかもしれないし。おい、待てよ。殺したの。じゃあ行きますね。次はね、ミユパートになるね、これ。うん。終わった。監視カメラを使ってユーリとミユを守っていたレンだったが、いつの間にか眠ってしまう。レンはルイを追う夢を見ていた。その夢から覚めた時、ユーリとルイは姿を消していた。そして目覚めたミユはユーリの射影機を手に氷上山へと向かった。戸惑うレンを一人残して。はい、というところで、次回は第9章やっていきたいと思います。ちょっとね、漢字がね、通常よりかも難しいんでね、言い間違いが結構多いかもしれないんですけど、頑張って編集で見やすくだけは、うん、していくので、よかったらまた、見てやってください。それでは島津のゼロ濡れガラスの巫女になりました。失礼させていただきます。バイバイ。チャンネル登録、コメント、高評価していただけると励みになります。ご視聴ありがとうございました。